このカムイもね惜しいキャラだと思うんですけどね。惜しいキャラだと思うんで、カムイ強化されたらね僕結構嬉しいんですけどね。カムイのこの対空性能はマジで好きなんだけど、見よ、ごめん完全にミス。僕赤色大好きです。赤色がねもう圧倒的に好き、他のキャラと他の色と比べると。やばい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 、浮き阻止できないのがやっぱちょっとグラフィーの弱みですよね。キャンプ読みされてる。リーチ長い。危ない。ごめんごめんごめん。あ、さよなら。ごめんって。ワインレッド系の色、そうですね、ワインレッド系濃いめの赤は結構かなり好きです。わかりやすい色ないかな。投げて倒せないか。ちょちょちょ、飛びすぎ飛びすぎ。押さない、飛びすぎ飛びすぎ。まだか。ウルシさんコーンです。上投げ、さすがにバーストしない。ごめんよ16% もあるんだ。ごめん飛びすぎでは。さすがに無理。男カムイ、そう、僕も 男カムイがね。女カムイ赤色ないじゃないですか。だからカムイはこの色。うまい。うまいぞこの人。この時の空しろ。カムイね、いい技結構揃ってるんですよ。空しろとか空 N とかいい技は揃ってるんですけど、これ空車でいけたりとか。ファーストはしない。危なー。え、強っ。
ブー、星さんこんばんは。そろそろ新タイトルが欲しい。新タイトル、新タイトル、何のタイトル。飛ぶな飛ぶな。スイッチの、当たらない。まい。さすがに倒せるかな。さすがに倒せる。マサさんこんばんは。初見さん、ただのメガネさんこんばんは。カムイはねー、ございます。本日 VIP やっております。楽しそう、楽しいキャラとかはいっぱいいるんですけどね、やっぱちょっとちょっとインパクトに欠けるっていうキャラが。まというかあれか、勝手に踏むかい、振り向くのか。ちょっと上手い人、勝手に振り向く。ノーノー、できる人、できる人。さあ、はい。どこ行った。うまない。横ビーが短いのもちょっと短すぎるかなって感じがしますね。足が遅い割にはちょっと短いかなって感じがしますね。さあ 80%。 怖い。うまい。火力はやっぱ結構ある。火力はある。うまくない。めっちゃうまいと。マジンか。さすがに倒せない。そろそろ、あ、倒せる。マジか。しゅんさんこんばんは。まあ、前作のカムイはねだいぶ強かったですけどね、あんだけ足が遅くて強いキャラもね珍しいと思うけど、スマブラって大体足速いキャラってめちゃくちゃ強く、足速いキャラが強くなるんですけど、空城を見せつつの、めっちゃ出すかね、やってよ。頑張れ、耐えろ耐えろ。危ねえ、変更ミスった。危な、待て。
ごめん。低いぞ。オッケー。鳥崎さんこんばんは。足田さんでいいのかな、こんばんは。港さんでいいのかな、こんばんは。のー 11% か。来ない。この空中技のリーチはかなりカムイの魅力的なところですよね。どうしようか。よくよく考えたらあれだな、クラウドもメガクッパのキャッチ上から空中攻撃で取るのもありかもしれないな。こんばんは初見。ソラさんでいいのかな、こんばんは。ごめんなさい、読み方間違って、ごめんなさい。間違っこの場合は正しい読み方を教えてもらえると大変嬉しい。前にネスでマサイさんとクラウド連戦させてもらったことあります。あ、マジですか、マジですか、ありがとうございます。またマッチングしたときはぜひよろしくお願いします。こういうこと。山明さんどうもこんばんは。さっきから神曲ばっか、それはつまりスマブラが神曲だらけということ。 CF 強化はまああると思いますけどね、ちょっとさすがに弱すぎると思うから。なんか速さが売りのキャラじゃないですよね今ね。なんかどういうタッチ位置づけのキャラなのかもちょっといまいち分かんないから。今のところ前作はね、まあ火力とスピードがね強みのキャラだと思うけど、強っ、めよ、あー、いい。お、待ってくれ。やめなさい、やめてくれ。シルバさんどうも。さあ、さすがにどうしようか。止めて、やばい。ちょっと怪しい。え、マジ？マジか。投げ場かな？投げ場。やばい。マッシュは食らわない。レイジュトさん、こんばんは。今日はね、ケンキャラ中心に使ってます。勝負あったね。かっこよすぎ。